ザリガニ、どうもザリガニでーす。ということで今日も岸優太さんを目指して頑張っていくわけなんですけども、今日は3つの部門の中でも見た目部門、そしてその中でもファッションを寄せに行こうと思います。でこの前テレビのジップで、岸優太さんが黒スキニーを履いてたんですね。なので今回は黒スキニーを使って、いろいろアウターを試していこうと思います。ただ、いろいろ画像を漁ってみたんですけど、全く同じものがないし、まだファン歴がたったの1ヶ月なので、全然岸優太さんの服をね、知れてないんですよ。ネットで画像を漁ってるぐらいなので、視聴者の皆さんより全然服を知らないんですね。なので、コメント欄で、こういう服いいよとか、今のやつ似てたよとか教えてくれると非常に嬉しいです。ということで早速どんどん真似ていきましょう！どうですかこれ？ありだな。かなりお気に入りです。ブッカブカのパーカーです。もうね、パーカー大好き。今も風呂上がりなんですけど、風呂上がりとかは基本的にこういうダルビで過ごしてます。3着目は秋冬に、春と秋によく着るような服です。かなりお気に入りです。いかがでしょうか。4着目は半袖のシャツです。真っ黒なんですけど、ボタンとのアクセントもいい感じなので、かなりお気に入りです。Around the coast。 コーストの周り。これ似合うのかな？あんまりこれ好きじゃないんですけど、店員さんがいいですよって言ったので買ってみました。どうなんでしょうね。6着目はこちらです。まるでクマだよね。これは黒スキニーとの相性が良さそうだなと思ったので買ってみました。いかがでしょうか。ブカブカ好きなんだよね。トレーナーです。何の色でも合いそうだし、めちゃめちゃ暖かいし、ブカブカなので買いました。仕事モードです。仕事をするときは大体こんな感じのジャケットを羽織ってます。はい、いかがでしたでしょうか。もし似ている服とか、この服いいよーってがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。自分の好きな服が似合ってるかどうかってわかんないので、ぜひ皆さんから教えていただけたら嬉しいです。ただ前回の動画よりかは成長したでしょ。おしゃれだったと思うんですけど、どうですか。はい、ということで今日は岸優太さんに見た目を寄せていきました。寄せたっていうか、みんなに教えてもらいたいっていう感じではあるんですけど、また今後も見た目以外も頑張って真似ていこうと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで今日のザリガニでした。またね！バイバーイ！